こんばんは。6月13日しゃべくり松代ですね。294回です。今日の松代なんですけれども、今日は涼しかったですね。昨日はねすごく暑かったんですけど、また明日も暑いようなんですけどね、今日は雨降ってね、もう涼しかったですね。なんか20度ぐらいになっちゃったじゃないですかね。今日も今ですね、仕事から帰りました。慌てて新聞持ってきたんですけどね、今初めて見るんですよ。いやー、これアメリカで乱射50人死亡なんてですね、あまりネガティブな記事ですね。それからこちらには何が出てますかね。まあ今初めて見るんですよ。そのアメリカの銃声が3時間なんて書いてありますね。ネガティブなニュースでした。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、豊坂小学校の校長先生、倉石先生においでいただきました。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど先生、はい、今年からおいでになったんですけども、その校長先生にとしておいでになって、なんかお気持ちはどうでしょう。はい、歴代の素晴らしい、はい、校長先生方の後を受けて、豊坂小学校138年の歴史を持つ、うんですけれども、その新たな1ページを、どのように開くことができるか楽しみな部分と、それからとても緊張している思いがとても強いです。はい、で先生、今まではどんなところで学校でおいでになったんですか。前任は、はい、松本市の志賀小学校っていう、はい、学校になります。旧相田錦部中川5条の4小学校が統廃合されて、新設された学校なんです。はい、で主に小学校の勤務が多くて、中学は蕎麦田中学校に4年間勤務していました。でまたちょっと変わったところで3年間、ニューヨーク補習人用校というところに勤務していました。ニューヨークってアメリカでしょ。そうです、はい、アメリカは英語でやった。そうですね、英語は残念ながら喋れないんですが、補習人用校は土曜日にその現地の、駐在で行っている子どもたちを中心に、土曜日現地校を借りて、はい、日本語の学習をする学校です。だその学校で日本語を使って、授業をしなきゃいけないっていうルールがあるので。でも先生、3年だったら英語を使えなきゃ生活できないでしょ。まあなんとかなるですね。でも普通の一人はある程度はもうペラペラペラとは言わなくても、ペラペラもないですね。もう通常の英語英会話ぐらいはできるんでしょう。いやどうですかね、最初行った時にも、スターバックスとかね、そういったところで自分で飲みたいものがうまく注文できなかったりとか、だいぶ苦労して、まあ、なんとなく言ってることは分かるような形にはなりましたが、ただスラスラと英語が言えるっていう状況では残念ながらないです。そうですか。自信持っては言えないです。あ、そうですか。はい、それで、まあね、先ほどとちょっと、話かぶるかもしれませんけど、はい、先生、その校長先生って意気込みって何かあるんですか。本当に校長1年目ということで、校長先生1年生ということで、子どもたちにも話してますが、初めてのことばかりで、入学式や始業式での挨拶もすごく緊張してますし、でこういうテレビ番組にも出るなんていうようなことも校長じゃなきゃないんだろうなっていうことを今感じてるんですけども、そういうすべてのことに日々挑戦っていうことで自分の目標を掲げて精一杯頑張っていこうっていうようなことで考えてます。はい、で実はその豊坂小学校にね、はい、おいでになって、なんかこの他の学校と違うというか特色あるところはどんなところが特色あるんですか。一番この豊坂小学校へ来るっていう決まった時にホームページを見たんですけども、パッと目に入ったのがやっぱり130本の桜の木が学校全体を囲んでいるっていう、その環境っていうのは他の学校には絶対ないし、有名な明徳寺さんに東側から見守られているっていうような、そんな感じを受けています。そうですか。はい、まあ、今日ね先ほどもお話したんだけど生放送なんですよ、はい、で写真がここに出るはずなんだけどもね、写真が出なくてちょっと写真を出てる雰囲気で、あそこの道沿い車で通ると、はい、道沿いにこうすごい綺麗な桜がある、はい、あの桜なんですよね。そうですね。でそれ皆さん生徒の皆さんが育ててる、
昭和の初めの頃からに植えられて、うん、あの桜の木がずっと130本に増えてきて、で昨年、はい、前任の中村校長先生を中心に、桜守り隊という、組織を子どもたちで作ろうというふうになったそうです。で今年から緑の少年団という活動にも入って、桜を子どもたちが守っていく、で今年の6年生もそれを引き継いで今度また木の専門の先生に来てもらって、うん、今の桜の木の状態とかそういったものを見て自分たちがどういうふうにやっていけば桜の木を守っていけるか、うん、また老朽化してきている桜を古い桜の木をからまた新しい木にどうやって切り替えていくかっていうことをこれから考えていきたいなっていうことを思ってます、はい、その桜を守りたいっていうのは守るっていう保護する守ると、はい、守っていきたいっていう2つかけてるんですか。そうですね、そんな気持ちはそうですね、そうですね、そういう気持ちですね、はい、いい言葉ですね、わかりました。で先生、環境も、はい、いやその山の中っていう変な意味じゃないですよ、はい、すごくいい環境のところですよね。そうですね、自然にな形で子どもたちが生き物に触れ合うことができる、うん、そういう最高な素晴らしい環境に生き物と触れ合えるってまさかクマとかイノシシと触れ合うんじゃねえでしょ。クマなんか出てますよね。そうですね、クマネイで2回ほど出てきて、ね、出てますよね。今もまだ捕まってないんですけど、まさかクマと触れ合うんじゃねえでしょ。そういうことではなくて、今低学年の教室には、ザリガニ飼ってたりとか、あザリガニとかね、カナヘビ飼ってたりとか、そういう生き物ですね。その餌になる虫やなんかも子供たち休み時間に校庭の方に出てっては捕まえてきてやってるっていうような形ですね。そうですか、はい、それいいですよね。今他の都会とかどこはそういう触れ合いがないですよね、全くね。そうですね、本当に作ってあげないとできないっていう形ですけど、豊坂の場合には本当にもう自然な形で、身近なところにそういったものに自然な形で触れ合えるっていうところが、だから子どもたちが調べようとか求めようとかすると、どんどん手に入ってくるし、それをまた喜びとかまた悲しみとか、そういった気持ちの勉強にもつながっていくんだと思います。なるほどね、はい、それで先生、豊坂小学校ではなんかこう独特っていうか特殊なことをされてるそうなんですけれども。そうですね、挙げるとすると今自分の中にあるのは3つかなと思ってるんですが、1つはさっき言った子どもたちが中心になって桜を守っている 桜守りたいという取り組み、それから2つ目は本当にこれは非常に驚いたんですけども、良い花、子どもたちがとても多くて、今年の検診では永久歯の虫歯の治療とそれからこれから治すのは3本だけというような形で、過去は市内でも10本の指に入っちゃうぐらい虫歯が多い学校だったんですが、復活物専攻という松代全体で取り組んでいる活動ですけども、そういった活動を通して良い歯を子どもたちも増えてきているということ、それから3つ目は長野オリンピックの時に一校一国運動で台湾との交流が始まり、はい、それが今も継続して続いているという、その3つかなというふうに思います。これ台湾先生、毎年台湾行ってるんですか。昨年はこちらから台湾に行くという形でした、うん、で各年で今年度は、台湾の子どもたち、保護者の人たち、それから先生たちが長野の方に来るという形ですね。いつ頃行ってたんですか。前回の例を見ると、1月頃でした。あ、なるほど、1週間ぐらいですかね。で35人ほど の団体で来て、子どもたちと一緒に交流したりとか、前回はなんだ地獄大の猿は見たいということで。三田さん、生放送中なんですけどね、はい、やっぱりこれはね、ライブってこともあってね、面白いですね。こういうこともあるんですよね。これ録画じゃできないですからね、はい、いやーいいですね。いやこういうね、こういうこともあるんだね、はい、ということでね、こちらで笑ってますね、はい、本人、はい、ということで、なんだっけ、台湾ですよね、はい、台湾ですね、はい、先生、それ台湾からおいでになるんじゃですね、準備なんかもだいぶ大変じゃないですか。そうですね、私はまだちょっと体験ないし、まだ いつどのくらいのメンバーの人たちが来るかってことはわからないので、それが決まったところで、
準備をしていくようになるので、うん、その時には大変になってくるかなとは思います。ああそうですか、はい、でその本人たちの、 その子どもさんたちっていうのは豊坂小学校の子どもさんっていうのはどうですか。どんな子どもさんですか。やっぱり、純粋ないい子どもさんですね。豊坂の子どもたちですか、はい、素直でとても明るい子どもたちです。あ、ね、であの毎朝私と一緒にランニングしてくれたり、から鬼ごっこしたりとか、うん、低学年の子たちは特に一緒にあの関わることを大好きであのやってくれます。それから校庭の北側にはあの畑があるんですけども、それぞれ学年の子どもたちが水くれに行った時に、あの私の畑の作物にも水をくれて、先生の校長先生の野菜も元気だよなんていうふうに話をしてくれる本当に優しい子どもたちですね。あ、はい、先生ご自分誰ですか。ランニングとかマラソンとかもされたり畑も作ってらっしゃるんですか。そう、体は大丈夫ですけども、あの昨日もね、実はあの、うん、安曇野のハーフマラソンっていう大会にも出てきたりして。あ、スポーツマンでいらっしゃる。あのランニングは好きで、あの子供たちにもあの、校長先生はマラソンの種をまいて、それを今年1年間また頑張るよっていうの話をちょっとしてます。あ、はい、そうですか。で、体育館の話さっきねちょっと、はい、しましたけども、その体育館はなんか地域の方の防災センターとか、はい、いろいろな機能も含められてるんですよね。そうですね、一応9月下旬にはあの、竣工の、完成予定だということで、あの引き渡しがあって、うん、10月ぐらいから子どもたちが遊べるんだと思うんですが、うん、あのその体育館は一番はやっぱり地域の防災のための施設でもあるし、うん、それからあの今まであったあの多目的ホールのリラホールの機能を体育館の中に一緒に位置づけているというような形もあるというふうに今聞いてます、うん、リラホールというのはですか、先生集会所みたいなところ、ね、そうですね、多目的であの会議やったり子どもたちが冬、うん、そこで集まってあの話を聞いたりとか。ああそうですか、はい、あとその防災地域の、ね、防災センターということで、そういう機能もあるというお話なんですけど、はい、なんかその例えばですね、例えばですね、あの AED とかあのいろんなこの、保存食とか、はい、そんなところじゃなくて避難所っていう意味でですか。そうですね、そこら辺は、うん、まあ、あのまた市の方との関係で、なるほど、あのそういう施設を入れてくるとか、まあ、AED 自体はあのつきますけれども。あ、そうですね、はい、ここもね、これはあの学校には必ずあるものなので。うん、あ、そうですか、はい、それではあの豊坂小学校はこう地域のなんか中心になるみたいですね。こうやっぱりね、そうですね、そんな位置づけに、はい、豊坂の中心になっていってくれたらいいなというふうに思います。そうですか、はい、素晴らしいですね。あとその生徒さんもそうなんだけども、はい、地域の皆さんとのつながりというのはどうなんですか。私も地域の人たちの会合やなんか出させてもらった時に、はい、あの皆さん優しく声かけてくださって、あのいろいろ気を使ってくださる方々とも多くてあの感謝しています、はい、それからあのコミュニティスクールという形で今あの組織ができているんですけども、子どもたち の、 あのいろんな活動、介護さんを買う活動とか、はい、あの田んぼ5年生の田んぼの活動の時に、うん、畑の活動もそうですけども、そういった時にあの学校の依頼を受けて、うん、積極的にあの参加してくださる方が多いのでとても助かっています。ああそうですか、はい、先生だいぶね時間も過ぎてきてしまったんですけど、はい、先生あの今校長先生いらっしゃるんだけど、はい、先生になるそのきっかけというのはなんか素晴らしいなんかお話があるみたいじゃないですか。いやそんなことはないんですけど、私が教員になろうと思ったのは、あの高校の時の社会科の先生が一つの目標になってます、うん、あで、まあ、自分すぐには教員になれなかったっていうのがあって、大学卒業する時にはあの採用試験を受かってなかったんですね。あで、別の会社、一般の会社の就職内定が決まってたんですけども、そうなんですか。でただあの腰を壊してしまって、あのちょっと動けない状況になって、はい、就職を諦めるっていう形になって、はい、あのどうしたらいいかっていうところを迷っていた時期があったんですが、で結局腰の手術を受けて、はい、あの再出発をしようと、はい、自分で決めていく中で、でもどういう道をこれから自分が歩けばいいんだという、本当に迷いがあった時に、はい、その相談に乗ってくれたのがあのこの
私の高校の時の社会科の先生だったんですよ。素晴らしい先生との出会いで、はい、そうですね、それがきっかけになって先生が背中を押してくれて、うん、はい、もう一度通信教育を取り直して、小学校の免許を取ろうと。通信教育で。そうですね、中学の社会科の免許しかなかったので、それではなかなか教員になれない現実があって、で通信教育で小学校の免許を取り直して、自分の人生をもう一回やり直そうというような気持ちにさせてくれた先生です。そうですか、はい、いい話ですね。感謝しているところです。あ、はい、じゃあその社会科の先生との、お付き合いも今でも。そうです、はい、恩人ですね。そうですね、困ると話に、うん、ああそうですか行くっていう形で。いいですね、そういうね、はい、先生いらっしゃるとね、はい、あ、そうですか、わかりました。もうね、時間もなくなってしまったけど、最後にですね、はい、松代をはじめ皆さんに一言だけちょっとお話あればお願いしたいと思うんですけれども、お願いします。豊坂小学校 の、はい、学校目標は進んで学ぶ子、心豊かな子、たくましい子という、うん、子を目指して日々学校活動を続けていますけれども、まずこの歴史ある松代の豊坂掛地区の、その地域について知ること、うん、それから67名の子どもたち、うん、一人一人について知ることが一番大切だというふうに自分は今考えています。で、始業式に子どもたちに話した目的の種について、子どもたちが時々私にも自分はこんな種をまいたよっていうことを話してくれてます。で、私も子どもたちに負けないように自分のまいた種、さっき言った日々挑戦っていう心を忘れないように頑張っていきたいと思います。ですので、地域の皆様にもこれからいろいろとお力をお借りすることがあるかと思いますが、ご支援ご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。先生、お忙しいところ本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ごめんね、もうちょっと焦っちゃってね、やっぱ30分早いとちょっと違っちゃうね。何やってんの？あなたどこの人ですか？もう笑うしか止まらない。笑うしかねえよね。笑うしかない、すいませんね。294回って、うん、初めてだね。まあ大変なことだ。大変ですよ、もう本当ね。笑うしかなかったもう。はい、なんかちょっと飛び出しちゃったね。はい、お知らせね、大室古墳群の見学会っていうんでね、真っ白のね、大室古墳500基ぐらいあるんですね、そこをですね、学芸員の皆さんに案内していただくっていう形でね、6月の18日土曜日、はい、やる予定です。それから続いて6月の19日翌日ですけれど、日曜日ですけどね、空き家とかね、空き店舗、これ見学会っていうのをやる。真っ白だとか長野市もね、だいぶ空き店舗が増えてきてるっていう、そういう形で、見学会をやりますよ。ぜひ真っ白駅へ集合していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、そういうことです。はい、ということで、はい、続いて、来週はまた宮坂さんでございますね。そうですね、うん、これ七面さん、ね、よく言いますね、はい、うん、七面大明神法三会ついてと、はい、いう形ですけど、はい、どういう話をしていただくのかね。三田さん、実はですね、うん、今日ちょっと早く始まっちゃった、うん、ね、7時になったらね、うん、北村さんが多分ね来てくれる。そうなの、それ来週の分やっちゃう。今日は、うん、とりあえずやって、うんうん、お昼になったらもう一回ね、もう一回やる。ご本人ね、ちょっと連絡取れなかったので、うん、あ、そうなんです、はいはい、ということで、お昼になったらまたもう一回やってくる。もう一回やるってこと。とりあえず今はね、うん、こういう形でね、会長さん、そうなんですよ、うん、ね、北村さんのお兄さんが始められたんですね、うん、今からね40年ぐらい前ですかね。あ、そう、七名さんの前でね、やってた、なんだっけ、お豆腐屋さん。そうそうそう、そうね、
それでやってましたからね。はい、これで、ね、明治時代はですね、うん、すごい、うん、なんかこう、ここら辺でさ、この前もずっとこのね、木町から、伊勢町から木町に、うん、ずっと受け違いできないほどの賑わいだったらしいですよ、明治の頃は。なるほどね。だけどそれが衰退してね、うん、これで、市民さんが亡くなってしまった。亡くなっちゃった。やめちゃった。あ、お祭りをね。あ、お祭りね。それで、北町さんが、ね、復活させた。復活させた。あ、そうですか。そんな話をね。あ、なるほど、なるほど。はい。今日時間もないんでね。うん、じゃあそういうことでね、期待してます。ということで、はい、来週のしゃべくり祭をどうぞお楽しみに。楽しみに。よろしくお願いします。